私がボランティアをしようと思ったきっかけは、もともと海外に行くのが好きで、でも今まで途上国に来たことがなかったので、一度来てみたいと思ったし、でせっかくそういう日本とは違う途上国に来るんだったら、何か自分ができる精一杯のことをしたいなと思って、このボランティアに参加しました。ティーチングプロジェクトでの一日のスケジュールは、まず午前は8時15分からと9時15分からの2つの授業があって、1つ目で日本語を教えて、2つ目で英語を教えてます。で午後は3時15分からと4時15分からの授業がまた2つあって、そこでも日本語と英語を教えています。今日が私のティーチングの最後の日だったんですけど、今感じるのはすごく複雑な感じで、生徒たちとお別れするのも寂しいし、でも今日たくさん生徒たちからありがとうっていう手紙とかプレゼントをもらって、私がやったことがちゃんと彼らにとって楽しかったとかためになったと思ってくれたんだなっていう嬉しい気持ちもあります。私はもう実はカンボジアに来る前は、自分にこんなことできるのかなとか悩んだりして、なかなか一歩踏み出せなかったんですけど、でも来てみて挑戦してみれば何でもできるんじゃないかなっていうふうに思えたので、もし海外でボランティアをすることを悩んでいるんだったら、今悩んでいるんだったら、とにかく挑戦してもらいたいなと思います。私は大学で国際関係学を勉強していて、もともといろんな人とコミュニケーションを取ったり、いろんなことに挑戦するのが好きだったんですけど、カンボジアに来てまたさらに、自分の知らない世界を知りたいなって思えたり、まだまだ知らない世界がたくさんあるんじゃないかなって思ったので、これからもどんどんいろんなことに挑戦していきたいなと思いますし、ここで得た経験をまた大学2年学生生活が残っているので、そこで の学習にしっかりつなげていきたいなと思います。ありがとうございました。